なんか前からちょっと気になってるっていうか闇だなって。僕自身が競馬やらないんで競馬のことは全然詳しくないんですけど、21歳のジョッキーが急に死んだってやつ、競馬ファンにまたもや衝撃的なニュースが飛び込んできた。若手のホープとして注目されていた角田大河騎手、わずか21歳の若さで急逝した。その死亡の理由や経緯について JRA は遺族の意向により差し控えると発表しているが、あまりに不可解な点が多く数々の憶測が飛び交っている。だからこれがまず闇ですよね。しかもあんまニュースでもやらないんだよねこれね。なんか将来有望な、しかも21歳ってまだ全然若いじゃないですか。そんな人が亡くなって、その亡くなった理由自体も分かっ、まあ要は分かってるんでしょうけど発表しないっていうのがあんまり闇だなっていう。まあその亡くなるちょっと前にいろんな出来事があったってことなんですね。8月10日 JRA で角田大河騎手の逝去というタイトルが掲載された。内容は本会所属の角田大河21歳のご逝去につきまして謹んでお知らせいたしますというひどく素っ気ないもの。デビュー3年目だからまだ全然なんですよ。で8月1日にここら辺からですか、ちょっとおかしいのはね、函館競馬場の芝コースに車で侵入したことが発覚。違う意味で注目を集めたばかり。同日のように行われていた函館の花火を見るたびに同乗者とともに車で芝コース内に入ったそうですが、前代未聞の行為です。騎手としてというより人としてどうなっているのかと耳を疑いました。同週から裁定委員会の決定が下されるまで騎乗停止となったのは当然でしょう。しかし問題はその後でした。車でなんか競馬場の芝の中に入ったと。でもそれはなんでそんなことしたのかなと。酔っ払ってたんですかね、なんだろう、うん、でそれで怒られたって話ね。翌2日の朝に函館競馬場で事情聴取を受けた角田は、 JRA の職員である裁定委員や開催委員がいる札幌に移動したと見られている。その途中で事故に遭ったと。ここですかね。いや函館にいて今度札幌で事情聴取をするぞという時に死んじゃったの。同日午後、本会の騎手にして重大な非行があったことを認めた JRA が一連の事案について裁定委員会に送付するために角田選手に通知したときはすでに連絡がつかない状況だったと。2日の15時10分 JRA 北海道の上野幌駅っていうんですか、そこで人身事故が発生しました。そこで亡くなったのは角田大河選手と見られている。普通に考えたら飛び降り自殺です。飛び込み自殺か、電車にね飛び込んだってことでしょ。遺体の損傷が激しく身元の確認に時間かかったことですが、現場に残された遺留品や2日の午後から本人と連絡が取れなくなった時からある程度の特定はできていた。どうなんだろう、遺体の損傷が激しいってこともバラバラになってたって話でしょ。えらいことですよそれは。完全に飛び込んだんですよね。週が明けた6日に東西のトレセンに話は広がっていて、みんな証拠を隠せるんですよ。もうそりゃそうでしょうね。7日にデイリー新潮が角田選手が行方不明と報じた一方で、 X では実証関係者などがいろいろと角田をトレセンで見たとか函館競馬場で感じ見たになっているような投稿しており、情報が錯綜していった。これ情報が錯綜していたというか隠そうとしてたって話じゃない、これは。なんかその事件の実態を、なんかそれに闇がすごすぎんで、ある程度状況を正確に把握してたら JRA はこの間沈黙を貫いた。正式に発表したら前述のように8月10日の朝、遺族の意向があって非常にセンシティブな内容とはいえ遅きに失した感がある。 JRA の対応に納得できないファンがいるのも仕方がない。一連の件において不可解な点が多く数々の憶測が飛び交っている状況にあるが、そもそも角田大河とともに競馬場に車で侵入した同乗者とは誰だったのか、まあそれもある。いや、これはどういうことなのかっていうか、非常に闇を感じる事件だなと思いますよね。だから、これ自殺かどうかも言ってないって話ですよね。でも、どう考えてもこの状況から見たら、21歳でね、亡くなることはないですよ、そう簡単に。そして、事情聴取を行って、なんか勝てないほど落ち込んでたって話も聞こえてくる。他の記事でね、角田選手がね、この言い渡された結果、もう、競馬、ジョッキーとしてはクビだみたいな宣告をされたんじゃないかみたいな話も出てるんですよね。
それでも立てないほど落ち込んでたみたいな。移動する札幌に行く途中ってことですね。もう思い余って電車に飛び込んだ。いやでも僕はこの記事で初めて分かりましたよ。だって飛び込みって、でもどこで亡くなったかしら今まで出てなかったんで、この話をたまに気になって見てたんですけど、まあ、遺族の意向がどこまであるかは分かりませんが、ちょっと明らかにですね、まあ、週刊誌はどん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 暴いてくるんだろうなと思うんですけど、今お盆でね、なかなか週刊誌も動いてないんですけど、ちょっと闇が見えるなぁと。 JRA の闇がなんか非常に怪しいなぁっていうふうに思える事件であることは確かですね。今日も見ていただいてありがとうございます。この動画が良かった場合、メンバーシップもしくはサンクスなど少しやっていただいて、サンクスはね、あのスパチャみたいな感じなので、この動画に対していくらいくらとか100円でも200円でもいただけたら、まあ、メンバーシップはメンバーになってそこだけの動画も上げてますので、ぜひぜひ、僕の活動の少しでも、延命になれば嬉しいなと思っておりますね。よろしくお願いいたします。